葵ちゃんへ。チェルーン、やっほーい葵ちゃん。エルフの森でもチェルチェルしてるかな。編入期間お疲れ様。マンドラゴラをなんとかしなくちゃって頑張ってる葵ちゃんの一生懸命な顔、飛び散る青春の汗、とっても可愛かった。もう一人前の愛され系女子だね。ランドソルに来ることがあったら絶対一緒にお茶しようよ。電車魔法映えするカフェで女子会するの楽しみにしてるね。みんなのチエルンより。青い家、最初はただのやたらビビり散らかしてる子って感じだったけど、最後の方は目を見て、てかぶっちゃけ目じゃなくてうちの生え際見ながら喋ってたよね。ごめん知ってた。まあそれだけでも立派な成長じゃないの、しんないけど。葵が帰ってからのうちらって前よりよくつるむようになった気がすんだよね。めんどいけど悪い気はしないっつうか。けどチエルがうざがらみしてくる回数増えてだるいから早く戻ってきて。クロエより。葵くんへ。在学中は特別講座を成功させるべく邁進する君のひたむきな姿に感銘を受けたよ。地が人を育む瞬間を目の当たりにでき眼福だ。青春の時間を共有することができ、葵くんには感謝している。感謝ついでに詮索することを許してほしいが、大丈夫マイフレンドくん?という存在について彼から聞かせてもらった。君の苦悩の心中、察するにあまりある。再会の折は簡単に更けようではないか。ぼっちの同志として。ユニちゃん先輩より。